問題です。未体験の物事に対する既視感をデジャビュと言いますが、兄弟医学の天才ヒロウミ、ジャミビュ。まだまだ問題は途中だったのに正解、兄弟医学の天才ヒロウミ師匠。ちょっと問題の続き聞いてみましょう、はい。未体験の物事に対する既視感をデジャビュと言いますが、逆に見慣れた物事を未体験のように新鮮に感じることをフランス語で何と言うでしょう、はい。この知識はどこで知ったんですか。なんか知り合いがデジャビュの逆の言葉があるんだって教えてくれたんで、その言葉は何回ぐらい自分の中で勉強して覚え込んだんですか。いや、もう聞いただけで。